フィリップ・スーポーは、フランスの詩人、小説家、アンドレ・ブルトンと自動記述の実験を行い、この結果を、シュルレアリスムの最初の作品、磁場として発表した。1926年に運動から離反。1938年に、ファシズムの放送局に対抗する、ラジオチュニスを創設。また、ナチスドイツによる検閲を逃れるために、アルジェを拠点とする出版活動に参加した。以後、文学だけでなく、美術、音楽、映画評論家及び、ジャーナリストとして幅広い活動を行った。1897年8月2日、モーリス・スーポーとセシル・スーポーの子、マリー・エルネスト・フィリップ・スーポーとして、パリ郊外のシャビルに生まれる。兄二人と妹一人の4人兄弟姉妹であった。父モーリスは著名な消化器学者で、パリ公立病院の医師、父方の祖父は、パリ3区で、製糖業を営んでいた。母方の祖父ビクトル・レオン・ダンコンニエは、派遣、国務院付弁護士であった。1904年、スーポーが7歳の時に、父モーリスが死去し、叔父のフェルナン・ルノーが、後見人になった。弟、ルイ、マルセルと共に1899年に、ルノー社の前身ルノー兄弟社を創設した実業家である。スーポーは後に小説、大人物や回想録、ある白人の物語でフェルナン・ルノーをはじめとする実業家や成功者、ブルジョア階級を辛辣に批判している。スーポーは子供時代をパリパックで過ごし、モンソー公園が遊び場であった。1905年から1911年まで8区のカトリック系の私学コレージュ、フェヌロン・サントマリーに通ったが学業には熱心でなく、むしろその厳格で陰鬱な雰囲気から逃れるように、ダニエル・デフォーのロビンソン・クルーソーやジョナサン・スウィフトのガリバー旅行記、シャルル・ペローやグリム兄弟の童話、シャルル・オーギュスタン・サントブーブの小説などを単読した。1912年に、リセコンドルセに入学。相変わらず熱心であったのは、読書のみで、ニック・カーターの冒険、怪盗ファントマシリーズからフランソワ・ピエール・ギヨーム・ギゾーの歴史書、モーパッサンや、アンドレ・ジッドの小説、アルチュール・ランボーの島で多岐にわたる書物を読みふけった。そこで、スーポー家の家族会は、より広い教養を身につけさせようと、兄ロベールと共に、ドイツの家庭に預けることにした。フィリップにとっては、ドイツ語を学び、ドイツ文化に親しみ、ドイツ各地を旅行する機会となったが、反逆児ぶりは変わらなかった。帰国後に、リセコンドルセでの学業を継続し、1914年に、バカロレアの筆記試験に合格したが、高等試験で失敗。夏の休暇は、家族とロンドンで過ごし、英語を学び、イギリス文学に親しんだ。同年8月2日、17歳の誕生日に、ドイツ軍がルクセンブルクに侵攻し、第一次大戦が勃発。総動員令が発せられ、長男ロベールは、軍医補として、次男ベルナールは、強硬騎兵連隊にそれぞれ配属された。スーポーは、他の家族と共に一旦は、スペインとの国境に近い南西部のサンジャンドリュズに、疎開したが、2度目のバカロレア高等試験を受けて、合格したため、リセコンドルセ準備級進学のために、一家で、パリに戻った。リセコンドルセでは哲学を専攻。カント哲学を紹介し、著書、機能法の基礎で知られる哲学者、ジュール・ラシュリエの弟子に師事し、プラトンやベルグソンを学んだ。1916年に動員され、アンジェの第33砲兵連隊に配属された。この時、チフスのワクチンの臨床試験に、被験者として参加したところ、高熱と専毛が続き、除隊となった。療養中に知り合ったシュザンヌ・ピアール・ベルヌイユと、翌年10月に結婚。音楽家で当時ダンスの教師をしていたシュザンヌは、装飾芸術家、モーリス・ピアール・ベルヌイユの娘である。療養中に、偶然目にした雑誌の一つが、詩人、画家、彫刻家のピエール・アルベール・ビロが創刊した、シックで、1916年7月の同誌第7号には、アポリネールの詩が掲載されていた。また、同年、小説、虐殺された詩人が出版されたのを機に、アルベール・ビロはアポリネールにインタビューし、同年8月9月10月合併号に、新しい傾向として掲載していた。スーポーは、アポリネールの詩や思想に触発されて、出発と題する詩を書き、1917年2月に、この詩をアポリネールに送った。当時、軍の病院に入院していたスーポーは、郵便物を送るために、軍の許可を得る必要があったので、フィリップ・ベルヌイユというシュザンヌの姓を使った偽名で送った。3月初めに、アポリネールから返信があり、シック最新号が同封されていた。フィリップ・ベルヌイユの詩、出発が掲載されていたのである。アポリネールを中心とする文学者が集まった、カフェ・ド・フロール退院したスーポーは、早速、サンジェルマン大通り202番地のアポリネール宅を訪れた。兵役に志願して負傷したアポリネールが妻ジャクリーヌと一緒に暮らしていたアパートには、彼がキュビスムの画家たちで絶賛したピカソ、ジョルジュ・ブラック、マリー・ローランサンやアンドレ・ドラン、ジョルジョ・デ・キリコ、アンリ・ルソーの絵が飾られ、アフリカやポリネシアの象徴像が置かれていた。アポリネールは、後に、カリグラムに収められることになるし、影を即興で描き、帰り際には、詩集、アルコールに、詩人フィリップ・スーポーへ、心を込めてと献辞を添えて渡された。生まれて初めて、しかも、大詩人アポリネールに、詩人と認められたスーポーは、一生詩を書き続ける決意をした。これ以後、二人は、頻繁に会って、パリを散歩するようになった。アポリネールが主催する雑誌、レ・ソアレ・ドゥ・パリの編集室が置かれていた、サンジェルマン=デ=プレのカフェ・ド・フロールでは、毎週火曜の午後に、アポリネールを囲む会が行われ、フランシス・カルコ、ラウル・デューフィ、マックス・ジャコブ、ジャン・コクトー、エリック・サティラが集まっていた。1917年の春に、アポリネールは、当時まだ軍医補であった、アンドレ・ブルトンを、スーポーに引き合わせた。二人は共に関心を寄せていたボードレール、ベルレーヌ、ランボーについて語り、スーポーはブルトンを通じて、トリスタン・コルビエールや、ジェルマン・ヌーボーを知った。また、アポリネールが出入りしていたアドリエンヌ・モニエの書店、本の友の家も、前衛芸術家、文学者の集まる場所となり、ここで、コクトー、バレリーのほか、ルイ・アラゴン、ピエール・ルベルディ、ジュール・ロマン、アンドレ・ジッド、レオン・ポール・ファルグ、バレリー・ラルボーらと知り合った。同年5月18日、シャトレ座で、ジャン・コクトーの台本、エリック・サティの音楽、ピカソの舞台芸術、レオニード・マシーンの振り付けによる、前衛バレエ、パラードの初演が行われた。このプログラムを書いたアポリネールは、ここで初めて、シュルレアリスムという言葉を用いた。ただし、この言葉を正式に用いたのは、翌1918年刊行、上演の彼自身のシュルレアリスム演劇、ティレジアスの乳房においてである。スーポーが特に親しくしていたのは、アルベール・ビロとルベルディであった。ルベルディは1917年3月に、マックス・ジャコブ、アポリネールと共に、南北詩を創刊し、主筆を務めていた。シック誌と並ぶ、前衛芸術、文学雑誌であり、キュビスムの雑誌、ダダイスム、ついでシュルレアリスムの先駆けとされる雑誌である。こうして、スーポーは、アルベール・ビロの、シック誌とルベルディの、南北詩に次々と詩を寄稿するようになった。さらに、アポリネールに、詩集の刊行を進められた。処女詩集、アクアリウムは1917年9月初旬に、印刷、製本された。発行部数は235部であった。アクアリウムという書名は、1917年4月15日付の南北詩第2号に掲載されたアポリネールの詩の一節、君の舌は、君の声の金魚鉢の金魚に触発されたものであり、翻訳はされていないが、水族館と訳されることが多いのに対して、浅野明は、幼魚鉢として紹介している。詩集にはアポリネールによるカリグラムに習った詩も、含まれる。これに対してアポリネールは、1917年10月の南北詩第8号に、崇宝の最初の詩、出発と同じ題名で詩を掲載し、彼の出発を祝った。後見人のフェルナン・ルノーが1909年に死去した後、ルノー社の経営を一手に引き受けていたルイ・ルノーは、崇宝が詩人になることに反対したため、アクアリウムの印刷代を支払うことができたのは、友人たちのおかげであった。この頃、チューリヒでは1916年2月に、詩人のフゴーバルが、キャバレー・ボルテールを開店し、トリスタン・ツァラ、ジャン・アルプラ亡命作家、画家を中心としたダダイスムの活動拠点となった。1917年7月に、ツァラが、ダダイ詩を刊行した時には、アルベール・ビロが、シック誌でいち早くこの運動を取り上げ、これを知ったツァラが、黒人芸術に関する覚書録と題する記事を、アルベール・ビロに送り、シック誌1917年9月10月合併号に掲載された。ツァラは、ルベルディの南北詩にもし、我が心の闇の大いなる嘆き歌を送り、これは、同誌1917年6月7月合併号に掲載された。崇宝は早速アドリエンヌ・モニエの書店、本の友の家でダダイ詩を入手した。また、1917年9月からアラゴンもアドリエンヌ・モニエの書店に出入りするようになり、崇宝はブルトンを介してアラゴンに紹介された。これ以後、3人は同じ関心を抱き、活動を共にすることになる。三人の共通点は医学であった。ブルトンもアラゴンも医学を専攻し、崇宝は医師の息子であったからである。だが、それ以上に三人を結びつけたのは、ブルジョワ社会の道徳、秩序をはじめとする既成の価値に対する不信感や、道徳、宗教、文学における権威に対する反逆心、むしろ反道徳、反宗教、反文学の精神であった。崇宝はすでに夢を見ると必ずすぐに書きつける習慣があったし、叙事詩は映画によって表現されるようになるというアポリネールの言葉に触発されて、現実離れしたイマージュをカメラで追うような映画詩を書き始めていた。特にこの頃はチャールズ・チャップリンの単影10などが公開され、モンマルトルでジャズクラブが流行するなど米国の文化が紹介された時期でもあり、崇宝はこうした影響を受けて、1918年10月の南北詩にラグタイムと題する詩を発表している。この詩は、堀達夫が翻訳し、1929年の文芸レビュー第1巻第7号に掲載している。パリ極パンテオン広場17番地。ホテルでグランゾムで崇宝とブルトンが1919年に自動記述の最初の実験を行ったことが記された名盤、崇宝にとってこうした試みの指針となったのは無名のまま没した詩人、ロート・レアモンのマルドロールの歌であった。彼はこの詩集をブルトンとアラゴンに紹介した。マルドロールの歌は二人にとっても詩作の方向性を決定づけるものとなり、既存の雑誌に作品を発表するより、むしろ全く新しい雑誌を作る必要があると感じた。こうして、1919年3月に、崇宝、アラゴン、ブルトンによって、リテラチュール誌が創刊された。当初、アラゴン、ルベルディ、マックス・ジャコブは、それぞれ、新世界、鉄筋コンクリート、白紙人情という使命を提案していたが、ポール・バレリーに相談し、彼の提案による文学が採用された。ただし、この使命は一種のアイロニーであり、実際には反文学を目指す前衛雑誌である。創刊号には、ルベルディ、バレリー、アンドレ・ジッド、レオン・ポール・ファルグ、アンドレ・サルモン、マックス・ジャコブ、ブレーズ・サンドラール、ジャン・ポーランが寄稿し、第3号からポール・ウェリアール、第4号からピエール・ド・リュ・ラ・ロシェルとレーモン・ラディゲ、第5号からツァラが参加した。また、ロート・レアモン、ランボー、シャルル・クロなどの詩を紹介している。崇宝は、第4号から演劇、映画などを紹介する文化欄を担当し、チャップリンの映画、犬の生活、アポリネールの演劇、ティレジアスの乳房などについて、詩的な評論を書いている。さらに、第7号には代表作、他の場所で、などの詩を掲載するほか、1919年10月の第8号から12月の第10号までブルトンと共同で磁場を発表した。同詩はやがてダダイスムの機関詩とみなされるようになるが、磁場は自動記述の試みであり、ダダイスムを批判的に受け継ぐシュルレアリスムの最初の作品として重要である。フロイトの自由連想法の影響を受けた自動記述は理性に制御されない純粋な思考を表現しようとする試みであり、このためにできるだけ無意識に近い状態で浮かんでくる言葉を書きつけていき、次第にその速度を上げることで主語が排除され、内容も前後の脈絡のない抽象的な言葉やイマージュの連続になる。スーポーとブルトンはこの実験を毎日8時間から10時間にわたっていった。オサンパ霊友社で開催されたマックス・エルンスト展、左から創設者、ルネイル・ソム、バンジャマン・ペレ、セルジュ・シャルシューヌ・フィリップ・スーポー、ジャック・リゴー、アンドレ・ブルトン、リテラチュール誌に連載された、磁場は、翌1920年に、オサンパ霊友社から出版された。オサンパ霊友社は、1919年に、ルネイル・ソムが、リテラチュール誌の活動を支援するために創設した。最初のシュルレアリスムの出版社であり、1935年に廃業するまでの約15年間に、ブルトン、スーポー、アラゴン、エリュアール、サンドラール、マックス・ジャコブらの著書を出版した。スーポーの著書では、磁場のほか、リテラチュール誌に掲載された他の場所で、対象地、ラグタイム、盗犯を含む詩集、風のバラが1919年に、同社から出版されている。これらの詩はいずれも翻訳されている。なお、スーポーはこの頃すでに石油、ガソリン監視局に職を得ていたため、自著だけでなく雑誌の出版のための費用もかなりの程度負担することができた。また、職を得たことで、スーポー家の家族会も文学活動を多めに見て、経済的に支援した。ダダイスムからシュルレアリスムへと向かう過程で重要な出来事は1921年5月13日に行われた即興劇バレス裁判であった。これはフランス文学の権威であったモーリス・バレスが極右的な政治思想に傾倒したことを批判し、彼を裁判にかけるというシナリオである。裁判長役はブルトン、ジョルジュ・リブモ・デ・セーニュが原告、アラゴンとスーポーが弁護士を演じた。バレスにも参加を求めたが拒否された。このほか、証人として、サラ、ジュゼッペ・ウンガレッティ、ジャック・リゴー、ドリュラ・ロシェル、ラシルドらが参加し、文学的権威に対する批判だけでなく、各自がその立場を表明し、文学論を戦わせることになった。スーポーは、弁護士として、バレスの弁護に回ったが、例えば、サラはバレスを大卑劣官だとし、我々は皆卑劣官だ、大卑劣官であれ、小卑劣官であれ、大した違いはないと、まさに全てを破壊し、無意味化するダダイスト的な発言をした。この議論は、1921年8月のリテラチュール誌第20号に掲載されたが、ダダイスト間の見解の対立があらわになり、リテラチュール誌もこれをもって、一旦習慣となった。同誌は7ヶ月のブランクの後、1922年3月に第2シリーズとして1924年まで刊行されることになる。ただし、第2シリーズの第3号までは、スーポーとブルトンとの共同編集だが、第4号からはブルトンが単独で編集し、スーポーは記事を書くことすら稀になる。シュルレアリスムの運動が正式に発足したのは、パリ7区のグルネル通りに、シュルレアリスム研究所が設立され、シュルレアリスム宣言が発表された1924年のことである。ブルトンは、シュルレアリスム宣言において、シュルレアリスムを心の純粋な自動現象であり、それを通じて、口頭、記述、その他あらゆる方法を用い、思考の真の働きを表現することを目的とする。理性による一切の統御を取り除き、神秘的あるいは道徳的な一切の拉致外で行われる思考の書き取りであると定義した。同年10月にバレス同様に重要な文学的権威、アナトール・フランスが死去した時には、彼を批判的に乗り越えようとする意図のもとに小冊子、死骸を刊行し、一大スキャンダルを巻き起こした。主な参加者と掲載記事は、ブルトンの埋葬拒否、アラゴンのすでに死者を殴り倒したか、エリュアールのありきたりの老人、ドリュ・ラ・ロシェルの我々は騙されない、そしてスーポーの間違いなどであったが、巻頭に掲載され、アナトール・フランスは死んでいないという一節で始まるスーポーの間違いは、この文学的権威が新しい文学者によって乗り越えられるべき存在であることを主張している。ついで、同年12月1日には、シュルレアリスム運動の機関紙、シュルレアリスム革命が創刊された。表紙には、新しい人権宣言にまでこぎつけなければならないと書かれ、満例によるシュルレアリスト全員の写真が掲載されている。創刊号には、上述のダダイストのほか、ピカソ、ジョルジョ・デ・キリコ、マックス・ウェルンスト、アンドレ・マッソンらの画家も参加し、以後、本格的な前衛芸術、文学活動あるいは芸術、文学における革命運動に発展していく。創刊号のスーポーの記事は、影の影と題する文学論であり、この後、第4号には彼自身のシュルレアリスム宣言とも言うべき文章が掲載されるが、シュルレアリスム革命史が1929年12月の第12号まで刊行されたにもかかわらず、スーポーが寄稿したのは、計4号のみである。スーポーは、シュルレアリスムだけではなく、他の雑誌にも寄稿していた。例えば、エクリ・ヌーボー誌と皇族誌、ルビュー・ウーロペーンヌのような国際的な雑誌への参加を誘ったのは、ジェームズ・ジョイスであり、スーポーは、ポール・バレリー、エドモン・ジャルー、バレリー・ラルボーらと共に編集委員を務め、アラゴン、サラ、サンドラール、ルベルディ、バレリーのほか、シャーウッド・アンダーソン、コレット、ドストエフスキー、トーマス・マンなどの主に未発表原稿を掲載した。また、マルセル・アルラン、ジャン・カスー、ポール・クローデル、ジュール・シュペルビエルなど多彩な寄稿者による、より一般的な文芸雑誌、フイユ・リーブルに、アンリ・ルソー、アンなど、ノアイユ、ジャン・ジロドゥなどに関する記事、ジュルナル・リテレールに、クロード・モネのインタビューを掲載したり、パナイト・イストラティの著書、キラリナやアンリ・ブレモンやビセンテ・ブラスコ・イバニエスなどのカトリック作家を紹介し、さらに、新フランス評論誌には、ウィリアム・ブレイク、ジョイスの翻訳を掲載するなど、幅広い執筆活動を行った。だが、こうした活動は、映画、音楽評論家としても活動していたロベール・デスノスの場合と同様に、シュルレアリストらには運動の方針に背く、ジャーナリズム活動とみなされた。また、アラゴン、ブルトン、エリュアール、ミシェル・レリス、バンジャマン・ペレ、デスノスらのシュルレアリストは、次第に共産主義に傾倒し、アンリ・バルビウスが1919年に発表した、クラルテを契機として、共産主義知識人らが起こした国際的な、反戦平和運動の機関紙、クラルテに寄稿するようになったが、共産主義との関わりは、この後、次第に運動内の分裂の契機となり、1926年から27年にかけて、ブルトン、アラゴン、エリュアール、ペレが共産党に入党したのに対して、スーポーは、デスノス、アルトーと共に政党に関わることは拒否した。この結果、スーポーは1926年に、文学的すぎるという理由で除名された。スーポーはこれに対して、ゲーテを引用して、詩人が政党に属すると、市場が失われると反論した。ただし、完全に決別したわけではなく、スーポーは当時、アラゴンをはじめとするシュルレアリストの書籍を多く、出版していたサジテール出版社の編集委員を務めていたが、こうした活動は1930年頃まで継続し、また、1930年に、ジョルジュ・バタイユを中心に、ミシェル・レリスらシュルレアリスムから離反した作家が、ブルトン批判の小冊子、死骸を発表した時にも、これに参加していない。スーポーとチェコの詩人ビーチェスラフ・ネズバル離反後、スーポーは講演旅行のために、イタリア各地、プラハ、ミュンヘンやフランクフルトなどを訪れた。プラハではロート・レアモンに関する講演を行い、これに強い関心を抱いた評論家、コラージュ作家のカレル・タイゲが、数方の協力によって、マルドロールの歌のチェコ語版を出版することになった。また、執筆活動もむしろ詩作から離れて、上述のルノー兄弟を中心に、ブルジョワ社会を批判する自伝、ある白人の物語や小説、大人物、アンリ・ルソー、ウィリアム・ブレイク、ジャン・リュルサ、パオロ・ウッチェロらの画家の評伝、黒人音楽を紹介する、ネーグルや、モンパリ変奏曲、黒人のダンスを中心とした、舞踊評論、テルプシコラー、映画評論、シャルロなどを、次々と発表した。特に、ルノー兄弟を描いた、小説、大人物は、大成功を収めたが、激怒したルイ・ルノーはこの小説をすべて書店から、買い占めるほどであった。一方、ネーグルは、モンマルトルで、ジャズクラブに出入りしていた経験から書かれた小説であり、代表作、モン、パリ変奏曲は、米国人特派員、翻訳家で、ルモンド紙の映画欄も担当していた、ハロルド・サレムソンが出版翌年の1929年4月の、ユーロープ誌、第76号に、好意的な書評を寄せ、後に、米国で翻訳が出版され、大成功を収めることになる。とはいえ、実際、試作活動だけで生計を立てることが難しくなり、ますますジャーナリズム活動に関わるようになり、取材のために、米国、ソビエト連邦、ドイツなどを訪問した。1933年、ドイツ生まれの写真家、翻訳家、ネータ・エルナ・ニーマイヤーと出会い、1937年に結婚した。彼女とは、晩年に、世界の児童文学を紹介する。五大陸の不思議な物語を共同で編纂している。1934年には、同年にアタラント号を制作した映画監督、ジャン・ビゴのために脚本、盗まれた心を執筆したが、映画化されないまま、ビゴは同年、敗血症で死去した。二度目のドイツ訪問は、ヒトラー内閣成立後のことであった。帰国後に国営ラジオ放送局、PTT のパリ支局で文化番組を担当したが、同じラジオ PTT 勤務で後に、対独レジスタンス運動を率いることになるピエール・ブロソレットと人民戦線内閣首相のレオン・ブルムからの依頼により、1938年10月にファシズムの放送局、ラジオバリに対抗するラジオチュニスを創設した。1939年9月に、ドイツ軍がポーランドに侵攻し、フランスがドイツに対して宣戦布告すると、スーポーはチュニスの情報部局長に任命された。だが、ドイツ軍の圧倒的な勝利によりパリ陥落、早くも1940年6月22日に、独仏休戦協定が締結されると、スーポーはビシー政権により解任され、1942年3月12日に、反逆罪で逮捕された。9月には釈放されたが、この間のことは、後に自伝、人殺しの時代に書かれ、1945年にニューヨークで出版された。スーポーは、ツマレと共に、アルジェに向かった。アルジェでは、ドゴールが1943年6月に、フランス国民解放委員会を結成し、ナチスドイツによる検閲を逃れるための出版活動の、拠点の一つとなっていた。最も重要な雑誌が、詩人マックス・ポルフーシェが1942年に創刊したフォンテーヌ誌であった。大戦下で国民を鼓舞することになったエリワールの詩、自由が掲載されたのもこの雑誌である。対独レジスタンスの一環として、フォンテーヌ誌に作品を掲載した作家は、スーポー、エリワールのほか、アラゴン、エルザトリオレ、サンポル・ルー、アンドレ・ジッド、クロード・ロワ、マックス・ジャコブ、ピエール・ジャン・ジューブラで、スペインの詩人ガルシア・ロルカ、アントニオ・マチャードの詩や、T.S. エリオット、ヘミングウェイ、スタインベック、ヘンリー・ミラー、ウィリアム・カーロス・ウィリアムズなどの米国の作家、詩人の作品も紹介された。スーポーは、同地で、ラジオ・アルジェ局長を務め、さらに自由フランス政府からの要請により、通信社の創設に参加した。1944年には、アルジェで、英仏2カ国語による、詩、爆撃されたロンドンに捧げるオードを発表。同じくアルジェで、出版活動を行っていたエドモン・シャルロによって、刊行された。その後終戦までの間、スーポーは、多くの文学者、芸術家らが亡命していた、南米、ついで、米国を訪れ、ペンシルベニアで、ミュリエル・リードに出会った。1945年10月に、彼女を連れて帰国。以後、1965年にリードが自殺するまで、パリ5区で同棲し、リードは、ジャーナリストとして、月刊総合雑誌、レアリテなどに寄稿した。一方、スーポーは、国営ラジオ局の外国向け番組、ついで文化番組を担当した。また、国営ラジオ局やフランス通信社のほか、ユネスコの活動にも参加し、取材のために、世界各国を訪れた。晩年には、児童文学作品の執筆と編纂、及び、全3巻の自伝。忘却の回想録の執筆に専念した。この第一巻は、ルイ14世の時代の回想録を書いたサン・シモン、公爵にちなんで1975年に創設された、サン・シモン賞を受賞した。1990年3月12日、パリ16区の自宅で死去、享年92歳。モンマルトル墓地に埋葬された。太字の署名については、翻訳参照。これら以外の署名は私訳。モルリノの書誌情報による。スーポーの詩の翻訳が掲載されている、その他の書籍。ありがとうございます。